はい、ということですね、今回は、また新しくですね、僕がちょっと車のゲームを始めたゲームのですね紹介をしたいと思うんですけども、これはですね、カーエクステクノロジーのゲームでございまして、カーエクストリートレーシング2が一番有名かなと思うんですけども、その他にもですねカーエクスハイウェイレーシング、今回のゲームなんですけど、これとですね、あとカーエクスラリーというゲームをですね作っております。で、今回はこれカーエクスハイウェイレーシングというですねゲームなんですが、これですねちょっともう見てもらって分かる通りですね、もう日本語に対応してまして、結構ですねもうゲームの難易度としても低いゲームかなというところでございまして、ちょっとですね僕の中でかなりおすすめですね。ちょっとコンテナが残ってました。はい、ちょっとここに今ガレージのところに R34 出てるんですけども、とりあえずですね、どんな感じの運転かみたいなのをちょっとお見せしたいなと思うんですけどね、はい、これにしましょうか。レースタイプレース、ね、これでちょっといきますね。はい、こういう感じでですね、こうまっすぐ基本的には走る感じですね。うお、ちょっとうわ、ちょ、一応ハイウェイということなんで、高速道路的な感じなんですけど、で、よくありがちなんですね、この車のスレスレを通ることで、ニトロが溜まっていって、でニトロゲージ溜まったらこうやってニトロ打って加速できるよみたいな感じですね。で、あと視点の切り替えがですねありまして、こう運転席視点もございます。やっぱカーエクス系はですねしっかり運転席が作られてるんで、これ全ての車がですね綺麗に再現されてるんですけども、はい、こういう感じでですね運転できます。でですね、ちょっと今一時停止しましたけども、コントロールの方はですねこの傾斜、傾き操作ですね。でボタン、ボタンはちょっとこの右端左端に矢印が出てくるタイプになるんですけど、でもこれあれかな、一応ボタンの1とかはですねこうやって設定できるんで、こういう感じとかもできますけども、ブレーキをやるとかですね、加速とか、こういう感じですね出てきますね、はい、であとコントローラーですね、コントローラー、プレイステーションのコントローラーであったり、この前のですね、紹介させてもらったマリオカートのハンコンは、このゲーム使うことができます。基本的にはですね、結構シンプルなルールなんですけども、非常にですね楽しいゲームとなっております。ちょっとやばい、ちょっとやばい、おお危ね危なかった。おお真横止まってますがな、真横止まってますが。じゃあですね、ちょっとゲームのモードとかの説明の前に、ちょっとどんな車があるかというのをですね見ていきたいと思うんですけども、この車の選択というですねこちらのボタンを押すことで、このゲームにですね収録されている、ほとんどの車をこうやって見ることができるんですけども、まずですね一番最初この東急1というところの車から始まるわけですね。で、日本車としてはこの ND ロードスターであったりとか、ね、86、これちょっとゴールドになるんですけど、で、あとミニクーパーがあったりとかですねします。で、東急2のところに、スバルのインプレッサですね、ありますね。で、あと、こういうグランドチェロキーとか、ダッジチャージャーとかもですね、あります。ここにエクリプスもですね、いますね。で、東急3で、ランエボ9かな。エボ9。で、ダッジチャレンジャーとかですね。あと、アウディの TT とか、あります。で、東急3でですね、R34。これちょっとこの前買ったんですけど、R34。で、Z34。マスタング、カマロ、あと BMW とかですね、アウディ、ベンツなどもあります。ポルシェですね、これ、ポルシェ9、ポルシェ、カレラですね、カレラ、911カレラですね。で、東急5のところに、80スープラ、そして GTR、35GTR ですね、そして R8、コルベット C7、で、MGGT などですね、ちょっとこう、スーパーカーチックな車たちもここら辺で出てくると。ということで、東急6でですね、90スープラであったり、フェラーリ F40 とかですね、あとラフェラーリ、あとはですね、488GTB、これですね、この前ゲットしたんですけども、はい、こういうですね、ラインナップとなっております。そんなにですね、車の数は多くはないです。ただクオリティが高いんで、見てて面白いかなというところはあるんですが、
改造項目がですね、ちょっとまあ限られてるかなというところで、ちょっとこの R34 でですね、こうまあ見ていきますけども、この塗装というところを押しましたら、この車の色はですね、こうやって変えることができるんですけども、まあ、例えばまあホイールの色を変えるとかですね、ボンネットだけ色を変えるとか、ミラーだけ色を変えるとか、そういうことはできないんですよね、このゲーム。なぜか、ちょっとよくわかんないんですけど。で、このボディというところを押しましたら、まあ、まずですね、このボディキットたちがあります。まあ、これボディキットはもうあのカー X ドリフトレーシング2と基本的にはもう同じものが用意されてるんで、非常にですね、かっこいい、まあ、ドレスアップをすることができるということになっております。まあ、こういう感じですね。で、あとですね、こう個別にですね、フロントバンパーを変えますよとか、ボンネット変えますよとか、テールランプ変えますよとか、エキゾースト変えますよとか、こういう感じで個別に変更することもできます。ホイールもですね、いっぱいあります。ただでもホイール色変えれないんで、ちょっとね、全部この銀色になっちゃうんですけど。で、あとですね、足回りの調整っていうのもこのゲームにはなくて、一応この改善っていうところで、まあ、こんだけですね、チューニング項目があります。で、まあ、このショックっていうのをどんどん買い込んでいけば、ちょっとずつですね、車高下がるんですけども、ただその下げた車高を戻すとかっていうこともできないですし、もう足回りはですね、もうこのチューニングでも買ったら買ったでそのまんまという感じになります。車の金額とゲームバランスの話なんですけども、ちょっとまあ見てもらって分かる通り、まあパッと見た感じ高そうに見えるんですけど、27万ドル、35万ドル、65万ドルとか、書いてるんですけど、結構ですね、このゲームお金ポン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 貯まります。で、一番ですね、お金が貯まるなって僕が思うのが、まあ、キャンペーンっていうのが、まあこの一番メインのストーリーモードみたいなやつなんですけど、このなんか真ん中になんかこう道がですね、走ってますね。で、この道からそれってなんか上とか下になんかノックアウトとかレースとか書いてるんですけど、これがですね、非常にお金が高いんですよね。これもまあ簡単って書いてて、このレース1回クリアするだけで、こう7500ドルももらえるんですけど、これまあ終わった後に広告を見たらですね、まあ2倍にできるということなんで、で、まあ一番新しいところで見たら、例えばこのデュエルとかでこれ1万ドルとかですね。だから意外とですね、お金はポン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 貯まります。ただまあ、お金が貯まっても、このですね、この改善っていうところで、どんどんチューニングしていかないと、相手の車もですね、すぐどんどん速くなっていくんで、追いつかない感じにはなるんですね。だからお金は貯まるんですけど、結局チューニングでボン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 使わないといけないと、まあ、いうようなことにはなります。はい。そういうことにはなります。でですね、他の、まあ、モードの説明なんですけども、まあ、まずこのキャンペーンの中で、まあ、できる、レースとしては、まあ、レースとかですね。まあまあ、基本、まあ、レースですね。基本レースですね、はい。でですね、この警察っていうのがあるじゃないですか。警察がですね、結構面白いんですよね。警察ないかな。警察は一回クリアしたら変わっちゃうんですかね。ここに警察っていうのがあるんですけど、この警察っていうのはですね、まあ、自分の車がこれ警察仕様になるんですよ。こういう感じで。ほんで、なんか暴走してる車がコースの中におって、それに体当たりしてですね、体力を減らすことによってクラッシュさせるっていうルールなんですけど、それがですね、結構楽しいですね。気持ちいいですね。で、このフリーライドというところでは、好きなコースをですね、好きなだけ走るというモードになっております。まあ、ちょっとですね、コースのアンロックも結構金額が高いんですけども、まあ、こういうモードもあります。で、こちら長い旅っていうところに行くと、まあ、これもですね、もうほとんどの、コースが選べて、まあ、2つだけですね、ちょっと課金でどんな感じかっていうところになるんですけども、まあ、これはですね、数キロごとになんかガソリンを回復するゾーンがあって、そこに行ったらですね、こう、まあ、ちょっと見に行きましょうか。まあ、こういう感じでですね、走っていきますね。で、まあ、基本的に、その、一緒に走ってる、まあ、敵とかはいないわけですね、このモードは。で、まあ、こう走ってですね、どんどん走って、で、今左になんか14とか書いてるんですけど、あれがですね、まあ、言うたら制限時間なんですよ。で、この制限時間になる前に、このステージっていう完了しましたっていう、ここをこう通過することで、またガソリンがですね、まあ、補給されて、またその制限時間が伸びるよということでございます。
でまたですね、この、まあ、何キロみたいな書いてあるんですけど、まあ、それまでにその、まあ、制限時間までにその残り何キロっていうところを到達すればですね OK というわけでございます。これですね、この黄色いところ出てきました。で、まあ、逆走とかですねバンバンして大丈夫なんで、まあ、逆走も使って、まあ、コースのですねライン取りを考えたりとかで、まあ、この車の近くを走ることでニトロが溜まるんで、まあ、それもですねこううまいこと、まあ、逆走の車も使いながらあのニトロをちょっとずつ溜めるとかですね、そういうのもありです。まあ、ちょっとですねこれあのやってたらどんどんあの進めるんでちょっと一旦終わります。でなんかマルチプレイヤーっていうのもあるんですけど、これちょっとですねやったことがないんでちょっとどういうものかちょっと分かってないんですけども、まあ、マルチプレイヤーというものもあります。でですね、この左上にイベント、これイベントなんですけど、あのイベントをやることであの非常にですねあの速い車が手に入るんですよ。で僕はこの前そのイベントをやってこの 488GTB ですね、このフェラーリをゲットしたんですけど、まあ、これですねやっぱりこのスーパーカーはボディキットがですねありません、まあ、だからあのここにあるですね90スープラとかはあのあるみたいなんですけども、ちょっとこの他のですね、まあ、フォード GT とかフェラーリ F40 とかですね、ここら辺ちょっと分かんないですけども、まあ、とりあえずこれはですねボディキットがなかったということで、ちょっとまあそれをですね調べるために、まあ、頑張って撮ったんですけど、これですねランキング918って書いてるじゃないですか。で一応この一番最強の車でこれ675って書いてるんで、まあこれマックスまで上げて944なんですけど、このラフェラーリのですね一歩手前、だから言うたらその上から2番目の強さの車をもうゲットしてしまったということでですね、ちょっとまああのゲームの進め方としては面白くないことをしちゃったんかなと、思ってるんですけども、ただですねこれ見てください、これ車の色を変えるだけで47万5000ドルかかりますからね恐ろしい金額で色を変えなダメなんですけど、ホイールすらも変えることができないということでございます。でですねこのイベントの説明なんですけど、まあ、ニードフォースピードノーリミッツをやったことある方もわかるかなと思うんですけど、あれにめちゃくちゃ似てます。もうほとんど一緒ですね、あれとルールが。ただこのゲームはそのチケットの回復がこの中にあるなんかお金みたいな特殊なお金で、まあ、チケットの回復っていうのができるんで、非常にですねイベントの難易度としては優しいです。だから僕今回このフェラーリ488のイベントをやりましたけど、まあ言うたら初心者の状態で全然普通にクリアできちゃったんで、ちょっと最初らへんですねあのサボったんで260円だけ課金したんですけど、もう普通にやってたらそんな課金もいらんぐらい簡単にクリアできます。まあ、ただそのレースこの高速レースがまあしっかりできる人の場合ですけど、それがですねちょっとうまくレースができないよっていう人は負けが続いてしまうとやっぱそんだけチケットが必要になってくるんで、うまくイベントクリアもできないかもしれないですけど、とりあえずですねこのゲームはそういう感じとなっております。でまあ一応ですねちょっとドリフトとかできるんですかって言われそうなんで、一応これサイドブレーキあるんですけど、一応ですねドリフトみたいなことはできます。ただしなんかもうほんまおまけ程度でついてるぐらいの感じですね。だからちょっと、まあ、カーブがきつくて曲がりにくい時とかにまあこれサイド引いてですねこんなんするとかっていうことはまあできますけど、ただあんまりまあドリフトをねこううまいことガーってやっていくとかっていうのはちょっと難しいかなというところですね。だからまあこう120キロぐらい出してこういうカーブでギーみたいな、まあこんなぐらいはできますけどこんなぐらいしかできないですね。はいはい、ということでカー X ハイウェイレーシングいかがだったでしょうか。まあ僕はですね結構まあおすすめ度は高いですね、このゲームはおすすめ度高いです。でまあちょっと今回はあんまりですねその運転してるシーンはですね、まあ、ちょっとお見せしそんなにやってないんですけども、まあコースもまあ多少風景とか
変わるぐらいで、まあ一緒ですね。そんな道が細くなりまくるとか、ぐねぐねの道があるとか、そういうのはないですね。基本的には長い道路も道幅も結構あるような、まあ、ちょっと気になった方はですね、インストールしてやってみてください。ということでよろしくお願いいたします。